皆さんこんばんはモナリザ・クロームでございますいつもご視聴いただき誠にありがとうございますさて皆さんいつものようにヨドバシカメラさんの2023年12月上期このランキングを参考にしながらあれこれ語らせていただきます まず1位でございますがソニーの α7C2 バディ3期連続の1位ですで2位もご覧ください、えー、ソニーの α7C2 のズームレンズキットになりますワンツーフィニッシュクリスマス商戦年末商戦は ここのカメラを中心に動いいたということうが分かります。それでこのセブシ c 2ですけどめっちゃ評判がいいんですよ悪い噂みたいなそういった話はほとんどありませんね買ってよかったっていうそういうものが圧倒的に多い価格ドットコムの えー、満足度でもね大変高い評価をいただいています3位はソニーの α 7 v ボディ6位にもズームレンズキットが入っていますうんやっぱりそのこのカメラはこのカメラなりの価値があるんですよいくら α 7 c i が いいカメラだと言ってもやっぱりあちらはカジュアルに使うカメラ一方で α74 はプロも使える動画と写真のハイブリッド機になりますからね仕事をされる方はやはりこちらのカメラを買われるということになります4位はニコン Z8 ボディ前回と同じでございます もう安定した売れ行きですねでもしニコン ZF の供給体制がしっかりしていたならばこの ZF はベスト3に入っていたはずなんですよまあそれが少し残念ですね5位はソニーの α7R5 ですね キャッシュバックキャンペーン。この5万円が大きかったですね。だから、α74 が今、下取り、場所にもよりますけども、まあ、強気のところは20万円くらいで下取りしてくれます。そうすると、えー、お維金20万円で、このカメラを購入することができるということで、 めちゃくちゃ話題になって前回は第2位になりましたさすがに今回は5位に後退してはいるんですけれども、まあ、個人的には α7-4 をお持ちの皆さん方はちょっと無理してでもこの機会に α7-4 を下取りに出して買い替えてもいいんじゃないかなと思いますよ。 今が最後のチャンスだと思います。7位はソニーの FX3 です2万円のキャッシュバックが今ありますね。ただやはりこのカメラを必要としているクリエイターの皆さん方はたくさんいるんですよ。 まあそのことをねやっぱりこう定期的に順位に入っていることで分かります8位はニコンの Z50 ダブルズーム9位はキヤノンのイオ s アルズマーク2そして第10位こちらでございますニコン ZFC1650 のレンズキットですね ここからキャノンさんのお話をします、まあヨドバシカメラさんにずっと昔から言っている人間としてはこうキヤノンコーナーニコンコーナーっていうのがこう売り場の双璧だったんですよね。まあ、そこにソニーコーナーみたいなものがこうできて。 来たりはしましまがやはりこのキャノンニコンっていうのが中心になってお店がこう展開されてるみたいなイメージがまだ私の中にはあるんですよね。でヨドバシさんの中でキャノンのカメラがこんなに売れてないっていうのはなんか記憶にないんですよね。ちょっと意外な感じがします。で なぜなんだろうなぜって考えた時にこれは私の勝手な個人的な意見ですけどキヤノンのカメラってこうヒエラルキーになってるじゃないですか一番上に R1 もうすぐ出る R1 があって R3 があって R56 してこうずっと下の方にこうあるというね 機能や画質でカメラの順番がきっちり決まっているこれがキヤノンのイメージですよねこれってどうなんでしょうねボツ個性になってるような気がするんですよ例えばニコンだったらこういう ZFC や ZF のようなヘリテージデザインというのが出たりソニーだったら α7C2 のようにめっちゃコンパクト 見てこのコンパクトどこでも持ってきますよみたいなカメラが出たりそういう個性オンリーワンのような機種ってキヤノンにはもしかしたらないような気がするんですよねそれと同時にキヤノンってやっぱりチャンピオン王者ですよカメラ界の王者キヤノンですよですから まあ、キャノンがそのトップクラスのカメラを出す時はスペック番長でもあるんです。なければならないんです。他のメーカーがやってない1番でなければならないんですよ。例えば 8K を始めたのどこですかちょっといろいろ思い出していただくとこの意味がわかると思います。でそういうことにこ,うこだわってきたキャノンが最近おとなしい。 例えば私がキャノンのマーケティングを担当しているなら、ソニーの3300万画素のセンサー、今売れている1位、2位、3位、6位、これ全部3300万画素のセンサーを使っている。これじゃまずいので、これを超えるセンサーを大至急開発してくれと。ソニーの6000万画素に対して、 スペック万兆のキャノンとしてはやっぱり7000万8000万画素のカメラを出すっていうのが56年10年前だったらやっぱりキャノンとしては負けるわけにはいかなかったと思うんですよね。それもなんかおとなしいんですよね。このユドバシカメラさんのランクのようなことがこれがずっと続くと。 まあ BCN ではキャノンはやっぱり一番きっと売れてると思うんですけど、まあ、ただねこれはボディーブローのように効いてきますよ来年の今頃はおいキャノンどうしたみたいなことになるわけですよねだからその前にこう手を打ってくると思うんですよ例えばニコンでやれば ZF が大成功でもう Z63 が、えー、年明けには確か発表されるもうリーク画像も出てますよね Z8 をコンパクトにしたのが Z63 です ZF の売れ行きが安定しているところに Z63 を投入するうまいっすね戦略ねうん ZF っていうのはやっぱりちょっと ちょっと違うじゃないですかヘリテージデザインのねちょっと違うんですただし今度の Z63 は明らかに Z9Z8Z6 これも本流ですよだからここのカメラは売らなくちゃいけないんですニコンのこれからの未来が見えるわけですよ見えるんですそういうカメラになってるんです Z7-3、Z5-2 にも関わってくるんですよそれでまあ今回はソニーの強さが印象に残りましたでやっぱりソニーが素晴らしいのはもうこれですよ安定供給欲しいって言った人に確実にカメラを届けられるやっぱりそこはソニーの素晴らしいところだと思いました 今夜もご視聴いただきありがとうございます。